相性もあるようでございますけども、はい、ここで7月の25日の水曜日から立ち上がりましてですね、はい、8月の26日の日曜日までということで、うん、会場が6階の特別展示場というところであるわけなんですよね、うん、ちなみにここは火曜日休館と書いておりますので注意してもらいたいと思っております、はい、特別企画展でですね、はい、大阪を襲った、はい、地震と津波というのがこの展覧会の大きな、まあ、名前ですよね、はい、そんなところで、ちょっと前にも もう半分ぐらい言ってるわけなんですけど申し上げた通りですね、はい、大阪あるいは近畿というんですか、はい、この辺りを、まあ、特別に絞りましてですね、うん、大阪歴博なにわ歴博でございますのでやっぱり絞った方がもっとはっきりしますしね、はい、で見に行ったもんもやっぱり近所の話というのは好きですし、はい、もちろんあの遠いところから来ても面白いんですけども、うん、あこであんなことがあってんここでこんなことがあってんと、まあ、近くで、まあ、なんちゅうんですか、起こったことを、まあ、話を聞くというか展示見るのは面白いもんですよね、うんうん、そういう意味で割と大阪エリアに区切ってですね、うん、そこに区切って、大阪を襲った地震と津波を、うん、まあ、特集しているということですね。もうかなり時代は遡ってるんですね、まあ、縄文時代ぐらいからですよね。そんなにありますか。4000年ぐらい前からの話ですよね。それはまあ言うたらもう文章とかじゃなくて遺跡系になる、うん、そういうことですね、そういうことですね。だからまあそれをずっと行くときにですね、はい、今まああの鉄平が言いましたようにですね、うん、いろいろと表現の仕方があるんですけど、ね、なぜまあ大阪あるいはあの近畿が、はい、こういう展覧会がまあできたかっていうんですか、お得意になったということは、一つにはまあ、はい、古い時代からですね、うん、ここに、まあ、あの文化があったということなんですよね、うん、そんなんで縄文時代のあたりというのはもう発掘でこれ行くわけですけども、はいはい、それでちょっと、まあ、あの奈良時代ぐらいになりまして、まあ、もうちょっと飛鳥時代も含めてですね、はい、その辺になりますと文書が残っておりますもんね、はい、だから、まあ、あの発掘で行った場合と発掘もそして他の地域に比べて近畿地方というのは、はい、かなり前から大規模に行われておりますのでですね、記録もたくさん残っておりますね、うんうん、でそういう発掘ともう一つは文書古文書がたくさんあるということでですね、うん、それは、まあ、あの天皇様もいてはったし、うん、貴族の人もいてたし、あ、まあ、あのそんな方がいろいろとね、うん、文書を書いてたというようなことで古文書から実際にその地震の様子が調べられるということですよね、はい、それと割と、まあ、いろいろ石碑とかそんなのがたくさん残ってるという、うん、これも、まあ、文化と関係あると思いますけど、うん、そんなところでですね、うん、非常に歴史的な資料というのがですね、はい、なんていうんですか、あたくさん捕まえやすいということで記録が、うん、まあ、解説しやすいというんですか、うん、そんなことがあったと思いますよね。やっぱり記録がないとね、そういうことあったとは言えないですね。そういうことですね、その記録がだから、まあ、発掘で出てきた記録と、はい、そしてもちろん古文書から調べた企画、うん、記録と、うん、まあ、この2つ大きく分けましてですね、うん、それで、大阪を襲った地震と津波という展覧会に至っております、はい、大阪ってあんまりね、あ、まあ、地震は多かったと思いますけど、津波って縁がないんかなと、特にこの大阪市内といいますか、あ、まあ、僕らが今ボラボラしてる船場のあたりとか、まあ、そんなないんかなと。あ、そうですか、まあ、それはまあ大いに間違いない思ってましたけどね。そうなんですよ。もともとこの前も触れましたように、はい、関西には地震がないんやというのがね、うんうん、まあ、誰が言い出したのか、はい、なぜか分かりませんが、いろいろと、まあ、ね、深いところまでの覗いてみると、うん、まあ、分からんこともないような話なんですけども、はい、そんな、まあ、一種の作られた信仰みたいなのがありましたね、うんうん、噂って怖いですよね。それで阪神・淡路の時に、まあ、びっくりしたわけですよね、はい、私の読んだ本にこの前も申し上げましたように、はい、まあ、阪神淡路で大揺れしたところに住んでるですね、はい、まあ、方が何を一番最初にしたかというと、うん、地震と言うたら、まあ、東海地方を思ってたわけですよね、うんうん、そういうふうにあの頃は、まあ、宣伝というか言われておりました、うん、で現に僕は、まあ、東海道53次歩いてるところもですね、はい、歩いてる場所にここはあの海抜何メートルというね、至る所にそういうようなですね、あ、はいはい、まあ、あのなんちゅうんですか、あの看板が出てるわけですよ。あそこにあの静岡の、 あの新井のあたりとか、まあ、もちろんそうかなりそういう看板があったような、僕もちょっとだけはこう行ったことある。あ、なるほど。あの辺りは。そうですか。鶴ヶ湾ですかね。鶴ヶ湾ですか。そうですね。それとあの神奈川県の辺りのね、はい、あの神奈川中央交通、神奈中が走ってる。神奈中ですか。神奈中っていうんですけどね、あれいいバスですよ、あの会社面白いですね、うん、そんなバス停の横にですね、海抜何メートルとか書いてある、はい、あ、書いてるんですか。いちいち書いてある、ずっとこんなに何でこなしく書いてるみたいなところだ。それは、まあ、津波が来た時にどうなるかとかね、はいはいはい、そんなのまあ PR するために、うん、やけにあの辺りあの辺のですね、うん、なんか地震学者はもう集中
してましたし、国もなぜそう集中したかわからんというようなこともあってですね、関西はないんやと、そう信じたわけですよね。だからまあこちらでひどい地震が起こった時に、自分の娘がまあ静岡県に嫁いでるんやけども、これは大丈夫やと、自分のことよりもお母さんそれが気になってすぐ電話したというようなことをね、書いてる本もあったりしました。その静岡県とかで地震が、まあ、必ず地震言ったらこれあったんちゃうかと、だから震源地というか、ここでこんなきつかったらね、向こうはもうひっくり返ったんちゃうかというようなことで、まさか自分とこの淡路島のあの海峡の下がですね、震源地やと思わずにですね、向こうからの地震やからこれは偉いことやということで必死でまあね、電話を触ったというような話を書いてる本もありましたね。それほどまあ関西は地震がないもんやと思ったわけですけども、まあそういうところも含めてですね、決してそうじゃなしに、関西も関東もどこもかも日本は地震が多いんやと、特にまあ記録がはっきりしている関西の場合はですね、大体まあ大きな海峡型の地震がですね、まあ90年から150年の間に必ず来るということですね、でこの内陸型の活断層タイプ、阪神淡路大震災がそうでしたけども、これは一つの断層が滑るとですね、緊張が解放されて地震が起こりますと1000年ぐらいは出えへんというね、そういうようなまあ100年と大体1000年というね、この2つのタイプの地震が、関西ではあると、こういうところからこの展覧会始まるわけですよね、地震の基本的なところから教えてくれるわけですけども、でそれで、海峡型の地震がですね、まあ、100年に1回起こるとしますわね、でそのもともとその活断層タイプの地震は何で起こるかというと、これは海峡型地震が、まあ、大陸の下へ潜り込むような大きな力でガーッと日本を押し込んでますからね、それが歪みとして起こってくるわけですよね、で海峡型地震はどうして起こるかといいますと、地球のもともとは対流作用があるということです、地球のど真ん中からもかなり上の方までかなり熱い球になっておりまして、だからまあお風呂の、まあ、水を沸かすとですね、下の水が上上がってきてぐるぐる回転しますね、で風呂入るときには必ず上と下の水を混ぜるとですね、下の方は冷えて上がまあ何ちゅうんですか熱い状態になっているということで、ぐるぐる動いてるわけですよね、で地球もそういうような意味で地球の表面が、我々は岩やから、あるいはまたあのこんなもんが動くとは思ってないんですけども、地球全体として見るとやっぱり地球の表面向いて下の方のですね岩が上がってきて、それがどこかで沈んでまた温められて上がってくるというような作業をしてるわけですよね、その動きみたいなものが、まあ、沈むところがプレートと言ってるわけなんですよ、で、まあ、日本の場合は、フィリピン海プレートというのとですね、大きく言いますと太平洋プレートというのがあって、それが日本の方へガーッと押し込んできてですとか、この日本の下へ潜り込んでユーラシア大陸の下へ進んでいくというね、それがプレート型のタイプの地震ですね、まあ、だからもちろん当然プレート型のタイプの地震が大きいわけでしてね、でそのプレート型地震が歪みを残しぐっと押さえているときに周りがまだ歪んできて起こるのが活断層タイプの地震と言われております。はい、まあ、その辺のところがざっとこの前話してきたことなんですけども、まあ、プレート境界型の地震と内陸型の地震があるということ、やっぱそこら辺はあれですね、なかなか想像しにくいですよね。なるほど。僕も話聞いててちょっと今眠なってもうたんですけど、それは困りましたね。やっぱり一般の人にはなかなか多分そこら辺は理解できないというか、なるほど、まあ、難しいところですよね。それをいかにしてこう分かりやすく、ですね、知ってもらえるかっていうのが多分この展覧会の使命だと思いました、まあ、だから実際見に行ったら、もしかしたらそこら辺の話が分かるかもしれないですね。あ、ですね、地震ってね、もう本当ややこしいんですよね、見えないもんだけに。ただまあ今回の地震は、そのいわゆるその地震の起こりみたいなもんね、原因とかどのタイプがあるということが主な、あのなんちゅうか、接続、あのあれではないんですよ。あ、そうです。じゃあ文雄君の今話したことは入り口の段階、まあ、入り口じゃあそういうのを嫌いな人でもこれ見に行ったら面白いですね。あ、まあ、もちろん面白いです。言うたらね、面白いです。やっぱりそこの前 のタワー展と一緒で、タワーの構造とかそんなんじゃなくて、人間とタワーの関わり、そうですね、塔と人間の関わり、だこれも言うたら人間と地震の関わりとか、まあ、そういうことはないんですか。まあ、そういうことは主な展覧会です。そうでしょう、面白いじゃないですか。ただね、あの入り口のところにまあそういうようなね、まあ、それは絶対あるんですよね。あの博物館なんかいるとは思いますわ、いるし、またあの人間との地震との関わりを調べてるとどうしてもそこ見て、行ってしまって、なんでこんなこと起こるよとかね、いう時にもっぺんまた戻ってきてもいい話なんですけども、だから、まあ、学芸の飯田さんもですね、これはまあ、今日の本質ではないんやけど、そう一応まあざっと説明しておきますということでこれ通りましたね。じゃあもうここからはちょっとかなり軽い話というか、はい、それから、はい、できましたね。楽しい話いきましょう。そうですね、そんなんでずっとまあ話してきたことを要約しながら言うていきますとですね、この次にありますのがですね、はい、
最初発掘現場から見た大阪の地震ということなんですよ。さっき言った縄文時代のやつですかね。そうですね、まあ、縄文時代の実際に発掘とか、はい、弥生時代の発掘が大阪市内とか、はい、近所で行われておりますといろんなタイプの地震の跡がそこから見つけるわけですよね、うんうんうん、これまあ地震考古学という学問がありまして、うん、その部分の、地震考古学の成果を大いに活用しながらですね、はい、これ出るわけなんですよね。まあ、例えばどんなものがあるかと言いますと、はい、大きな地震が起こって地層が動いた時にですね、はい、たまたまそこに一本の杭が打ったったと、うん、でそれがまあ水平移動した場合杭自身がですね、うん、真ん中で折れてですね、うん、かなりのこう距離のあるところを向いて移動しているというね、それ自身のその地層を吐き取ってき、はいはい、吐き取ってきてですね、実際に、まあ、見せているとかね、あの展示が結構目玉みたいですね。まあ、一つのねあれ分かりやすいですからね、うん、誰が見てもあなんでこんなとこ移動するの。そうそうそう、 NHK のこの前関西のニュースで、飯田さん出てはったんですよ。ああ、そうやったんですか。で、その映像の時もやっぱりあれが背景にあったから、うんうん、なるほどなるほど、あ、これが歴博的にも、うん、まあそうかもしれない、惜しかも分かりませんね、思いましたね、うんうんうん、ただまああれはまあ一番 目立つパッともうアイキャッチャーみたいなもんでね、うん、あれ写真でしたっけ。写真、いやあれは剥ぎ取りですから、剥ぎ取りですか、実物です。実際向こう行ってなんかボンドみたいなもんでですね、うん、後ろからくっつけて運んできはったと思いますよね、うん、あれも作り方面白いらしいですね。らしいですね、なんかいろいろボロボロ落ちたりして、そうそう、落ちてそれを拾ってまた引っつけたりとかね、やってはるらしい。手作業でね、はい、あ、まあそんな出てましたかニュースにね、はいはい、まあ記者の人もたくさん来てはりましたから、 そうですね、それ写したんですよね。まあ、NHK も関係してるみたいですから。なるほど、はい、多分やってはったんやと思います。なるほどなるほど、そうですか。まあそんなんがあったり、はい、それは私はまあ結構楽しかったのはですね、はい、津波が来たという一つの証拠に、はい、これはまだ完全に学会方面で認められてることではないらしいんですよね。まあ博物館としましてはそう言われているとかいう名前表現があったんですけども、まあ東和島という島がですね、はい、まあ大阪の入り口にありますね、和歌山からこう来ますと、はい、でそこのところに新社池というですね、はい、深い蛇の池という池があるんですけども、はい、そこのところに、大きな、まあ、筒みたいなものをこう池の底へ向いてどんどん打ち込んでいくわけですよ、うんうん、でそれでこう引き上げてくると、その筒の中に池の底に溜まった砂がいっぱい溜まるじゃないですか、うんうん、でそれを何本か6箇所ぐらい、まあ、やってですね、うん、でその筒を割りますと、池の一番新しい上の層からですね、うん、一番底の、まあ、4500年ぐらい前の層までがですね、うん、一本の棒みたいなものが出てくるわけです、うん、これも、うん、来てましたけど ね、その中に真っ黒ないわゆる池の中で、はい、まあ、泥になったような落ち葉が腐ったような層と同時にですね、その中に何本か5つぐらいですね、はい、白い砂の層が入ってるんですよね。でこれは何やと、うん、池の中になんでこんな海の中にある砂があるのかということで、うん、まあ、まあ誰が見てもということでですね、これは津波のものであるということなんですよね。津波で、こう押された砂が、津波で海底を削ってきたその津波がその砂を持ってきてですね、はあはあ、その友ヶ島のところの結構高いところにあるところまで運んできて、ドサーンとこう入れたわけですよ、ね、でまたその上から普通の砂がこうかぶっていって、収まったら普通の砂がかぶさって、まあ、言うたらサンドイッチみたいなもんですよね。サンドイッチみたいなもんですね。サンドイッチのハムのところがですね、海の砂になってるということです。パンでキャベツ、トマト、あ、まあ、そんなハムみたいな、そんな容器入ってませんけどね、まあ、パンとまあハムぐらいにしといてください。それを断面にこう切った感じをそのボーリング調査でやってるわけ、ボソッとさせていくとですね、それがそのまま出てくるというね、だからこれも分かりやすいですよね。でこれによりますと大体まあ、はい、4、5000年に5回とかですね、はい、4回ぐらい大きなその友ヶ島という島の結構高いところにあります池のまで届くようなですね、巨大な津波が来たということ、そういうことですね、ということで大体まあ1000年に1回ぐらいというような巨大な津波が来るわけですよね。活断層系の地震、いや活断層こそこれはいわゆる活断層がない方なんですよ。海峡型の地震で一番大きいやつ、地震が100年に1回ですかね。100年に1回、そう、その100年に1回のうちのはですね、1000年に1回、1000年に1回だけ巨大なやつがあって、ということはまあ10回に1回もう巨大な、もうそれこそもう大変な予想外と想定外というんですか。今回 の東日本のやつはどっちやったんですか。いやこれはやっぱりもうその1000年に1回のやつでしょ。活断層系なやつ、いや活断層はない、あれは海峡型の、海峡型です。活断層はね津波がないんですよ、はい、おー、活断層地震じゃ兵庫県の、はい、南部地震もなかったでしょ。活断層系は津波がないのが特徴です。で海峡型は津波があるのが特徴ですね。なるほど、うん、その辺もまあ最初に解説してますので、また疑問があったら、先週の放送を聞いてください。まあ先週の放送聞いてもいいし、238、はい、向こう行ってちょっと疑問やな思ったら、もっぺん入り口入ればいいかもしれないですね。入り口入ればです、優しい、はい、やってますね、はい、そういうのは、まあ、いわゆる池の底を掘るというんですか、うん、池の底をボーリングして、はい、まあ、ボーリングってはどんなことを言うと、分かりやすいましたら津竹の筒みたいなものをどんどん打ち込んでいってですね、うん、でスポット抜きますと、うん、池の砂がそのまま出てくるというやり方なんですよね。何の筒ですか。
竹の筒みたいな。竹の筒ですか。いやいや、これは違いますよ。もっとその鋼鉄の筒やと思いますよ。わかりやすい言うたらですね。まあ、ご飯の中に、はい、だから、まあ、竹の筒でも何でもええ筒みたいなものをずっと刺していくとですね、ご飯がその中に溜まるじゃないですか。それを引き上げていって、後で筒を割ればですね、そのご飯の中に、まあ、小豆があったり、何かあったら見るという、そういうやり方なんですよ。なるほど、なるほど。それをもっとかなり大規模に。大規模に。やってはるんですよ。大規模にやってはるんですよね。で、まあ、4000年ぐらいの間に、まあ、5回ぐらいそういう地震があったんちゃうかってことが分かってきたわけですよね。で、それと、まあ、あの発掘から出てきたり、はい、文献に書いてある地震と合わせてみるとですね、この地震がこれや、この地震がこれや、これやということがほぼもう確定ではないんです。科学的には確定ではないんですけど、ほとんど確定が証拠で見たらあ、そうやろってことですか。全体で見てみると、この砂はですね、決してこんだけの砂は誰か運ぶわけでもできへんし、大雨で来るような砂でもないしですね、ちょうどそれから、まあ、地層も比べて、いろんなことを比べて、中に入ってる花粉とかですね、そういう中に入ってる、まあ、いろいろ異物とかを比べてみて、はい、これはこの地震の時やったやな、これはこの地震の時やったやなということが分かるということで、そういう調べ方もあるわけですね。はい。まあ、それが、あの、発掘の現場から出てくるということで、他にも、まあ、縄文時代の遺跡を調べて、たら中に噴砂現象というんですか、砂が噴き出してくるような現象があったとかね、あるいはまあ今回は来てなかったですけども、古墳なんかを発掘しますとですね、古墳の半分がこうちょっとずれてるんですよね。これなんか言うたらやっぱりそれは内陸活断層系の地震なんですけども、地層のずれみたいなものがですね、ああいう決定、あの、まあ硬い古墳をですね、ずらしてしまったというようなことも地震工学で言われてるんですよね。まあそんなところが、だから、まあ今も言いましたようにですね、一つはその発掘現場とこから出てきたことですよね。今度それが同じような地震を今度もっぺん、あの文字で記録されたところから見てみるということ、これもこの前お話ししましたけども、例えば、まああのね、888年に仁和3年というのがあるんですけども、南海地震があったわけですよね。この地震は海峡型の地震ですよ。津波があった地震なんですけどね。で、それがあの日本三大実力という、まあ、歴史書みたいなものがあるんですけど、結構しっかりした本らしいですけどね。日本三大実力。実力。はい。三つの大のですね。あ、そうかどうか。実力。選手もこれ見た。昨日それ同じこと言いました、ね。選手もね。そうでしたね。日本三大実力。はい。そういう本があるんですけども、これはかなり、まあ、いろいろと実際見た、聞いたというようなことがですね、書かれている信用できる本らしいんですけども、その実物もありましたし、はいはい、その中に、888年の南海地震のことがですね、はい、まあ、あの文書で出てくるわけですよね。うん。まあ、簡単に言いますと、揺れは全国に及んだということと、津波が発生させたということと、その中でも全国の中でも摂津国の津波の被害は特に大きかったというようなね、大阪がそういうことですね。そういうことだから、これは、実際にその当時生きてた人が目撃した話をですね、はいはい、ちゃんと歴史の本の中に書き込んだということですよね。でも同じようなことが太平記という、まあね、これはあの有名な軍記物っていうんですが、そんなあの、まあ、本なんですけど、その中にもいろいろ出てきまして、はい、例えば1361年にありましたですね、はい、これ昌平の南海地震、これも海峡型の地震ですよ、はい、この時も、まあ、この前もお話ししましたけど、非常に大きな被害が大阪ではあってですね、まあ、あのちょっと言いましたね、なにわのあのところでですね、はい、まあ、あの大阪湾でしょうけども、はい、波がザーッと引いていってですね、はい、でそれで魚が取り残されてですね、もうそこら跳ねまくとったのですね、はいはい、これは儲けたということで、砂浜の漁師さんがみんなカゴなんか持って行って取ってるうちにですね、はい、今度その津波の方が寄せてきましてですね、うん、誰一人生き残ったものはなかったというような、まあ、その他この太平記の他の地震のこともたくさん書いてあるんですけどね、そういうね、まあ、文字から見て実際に大阪であった地震、実際に大阪であったシーンみたいなものがですね、いっぱい出てきてるわけですよね。これが文字から見た地震ですよね。で、さらに言うならば、これも記録が残ってるんですけども、慶長伏見地震というのがありまして、はい、これも先週、鉄平が言うてましたね、大京秀吉さんがですね、はい、この亡くなった。亡くなった。亡くなる直前、うんうんうん、2年前かな、確か。2年前に、あの、伏見のですね、1897年か、なんだ、8年か、そんなに、ね。1596年。1500ですね、9月5日ですけどね、はいはい、午前0時頃あったということで、住んではった、その伏見城の天守閣が潰れたとかね、あるいはもう夜中ですね、貴族の家で、
はい、貴族の家に泥棒が入らないんですね、はい、夜番っていうんですか、してた人が夜景みたいな、夜景して見た人が、はい、ガードマンナンさん見た人がですね、はい、まあ兵に潰されて圧死した話とかね、そんなのがいっぱい残ってるわけなんですよね。これももう実際に伏見の城が潰れたとか、まあ、御所の中の貴族の家の焼けさんが死んだとかですね、はいはいはい、そういう具体的なことが、大阪京都であった具体的なことが記録されているということなんですよね。秀吉さんは今ちょっとごめん調べたんですけど、文禄慶長の役を起こし朝鮮に出兵、戦戦の半ばで病死と書いてますね。あ、そうでしたか。ということは向こうで亡くなられたんですか。いや違います、違います、あの人はこっち帰ってきてですか。こっち帰ってからですよ。あ、まあ、あの失敗しましたんでね、まあ1回目ちょっと成功したと言われたりしてるんですけども、じゃあもしかしたらその地震の起こった時は向こうに行ってはったんかな。行っておられないと思いますよ。多分こっちやと思いますわ。地震が1596年ですか。96年の9月の5日と書いてますね。あ、はい、まあ、ほんまギリギリのとこですね。うん、怪しいとこですよね。うん、ここら辺どうなってんのやろね。うん、まあ、これちょっとまた調べるべきですね。そうですね。この辺はちょっと僕は追記してなかったもんですからね。なるほど、なるほど、わかりました。はい、まあ、そんなところで、とにかくまあ大阪の町屋の大半が崩れですね、はい、たくさんの人々が死亡したとかですね。はいはい、大阪城はさすが、まあ、おおむね無事やったけれども、まあ、町の中はむちゃくちゃやったというようなことが、大阪では比較的地盤が頑丈なんですかね。ねえ。あの辺りは。まあ、あっこも断層があるとか、上町断層は横を通ってるというか、ですね。まあ、ただ、この地盤自体は多分硬いんかな、あそこは。かもわかりませんね。それとね、海峡型の地震中はね、はい、大阪はこの時はかなりきつかったみたいですけども、はい、そんなに揺れは大したことないんですよ。怖いのが津波なんです。海峡型の地震はね、大阪が怖いのは直下の断層型で、まあ、学芸員の方も言うてはりましたけども、うん、上町断層がもう暴れたら大変なことになるっていうこと。活断層系の。活断層系の内陸型の活断層の地震ですね。で、はい、海峡型の地震が起こった時は揺れよりも津波が怖い。大阪はね、いろいろ、あるんですけど、大阪の場合は津波の方に注意せないかん。津波はもう必ず来るし、 かなりきつい津波が来ているということですよね。で、そんなんで、うん、まあ、あの文章の方に戻りますとですね、はい、やっぱりあの結構、まあ、これ、一番きつかったんちゃうかいなっていうような被害を受けた地震が大阪であったんですよね、はいはい、それもこれも海峡型の地震なんですけど、津波のあるやつですね。今から305年前といいますから、1707年になるんですかね。で、この時にありました宝永という、はい、あの江戸時代の年号なんですけど、宝永の南海地震というのがあったんですよね。で、このね、海峡型地震というのは、はい、まあ、あのなかなか皆さんあの地震 あの理解し方、私も分かってるわけないけども、うん、難しいと思いますけども、この海峡型地震中は大阪方面に被害を与えるのはね、紀伊半島の沖合のあるですね、まあ、沈む場所があるわけですよね。それと同時に高知県のあたりにまた沈む場所があるんです。これ続いてるんですけどね、はいはい、同じようなとこを見てこうずっと沈んでいく部分なんですよね。海の底が沈むんですか。海の底沈んで、日本の大陸、日本の地帯向いて、海底がですね、フィリピン海溝と海底というのが沈んでいくんですよね。それがぐっと押さえて押さえて、もう止まらないようになってバーンと跳ねてですね、日本の方の地層が飛び跳ねるとですね、その飛び跳ねる力によって津波ができるんですよ。まあ、地球の表面に板があって、もう一枚板があって、それがこうなんかちょっと重なって地球ができてるみたいな、そういうイメージですね。まあまあまあ、非常に、まあ、なんちゅうか簡単すぎるかもわかります。そう考えたっていいでしょうね。それがわからんと今の話はよくわからないですけど、基本的な線ですね。片っぽの、はい、板がこう移動したら、その上に乗っかってる板がこう動くとか、動くというかこう引っ張られるんですよね。移動するときにこうぐーっとこう引っ張られてきて、まあ、今手でやってるんですけども、はい、手の指がですね、はい、こうこんな感じですよ。こうずーっとこうなってこうなって、はい、さらに行くとですね、はいはい、もう我慢できなくてバーンとこう、なるビャーンと行くわけです。うるさい、うるさい。あ、そうですか。あ、まあ、そのビャーンと行くときの、はい、その勢いで跳ねるんがですね、はい、海の水を突き上げて、それがチリの沖合であったのがですね、まあ、あの東北まで来るわけですからね、これそれぐらいの大きな動きが出るわけですよね。で、あの、まあ、そういうことです。海峡型地はそういうところですね。で、この1707年のですね、この10月の28日に起こったのは年末ですね。年末ですよ。これね、同時にその、まあ、和歌山沖とですね、この高知沖が同時に動いたんですよね。でも、ものすごいきつい地震だったんですよね。今回東北 あの地震があり、ま、大地震があり、大地震ですか、ありましたからね、はいはい、あれほどではなかったんですけども、うん、あれが来るまでは日本で最大のこれ地震が言われたんですよね。これが、まあ、今から305年前になったんです。もうつい最近ですね。つい最近ですよ。ほんまに、うん、まあまあ、そういうある意味でつい最近で地震の感覚で言ったらね、
いやいや、まあね、そうですね、歴史とか勉強してたら305年前言ったらもうちょっと江戸時代のちょいたところですからね。そう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 、はいはい、そうなんですよね。でこれ、まあ、あの日本最大級の一つやって、これは同時に両方の二つの大ナマズが跳ねたと言われてますね、同時に ね、 ナマズね。で、まあ、これがすごかったんですよね。そうですか。もうね、とにかく、まあ、おそらく万に近い人が死んでるでしょう。それはあの大阪もそうやし、大阪です、うん、あの他の例えば和歌山とか、そう、和歌山もきついですよ。あっちの高知とか、高知も岡山とか、岡山までは、まあ、あんまり兵庫県はそんなに大したことないですね。ないですか、うん、意外と兵庫県って津波に強いところでね、大阪湾の一番奥の、まあ、強いというか来ないってことですね。まあ、あんまりきつくないんですよね、地形的に言うて、うんうん、あ、入り組んでないから、入り組んでないからスーッと流れてまうんですよね。入り組んだりギザギザしてたり先が尖ったりしてますと、うん、そこ入ってくるとグワーッと上がってくるんですよ。でそれでもうドドドドッと来てですね、この時はもう強烈に来たんですよね。で、ね、大阪というのは、まあ、江戸時代も、まあ、江戸時代が思うんですけども、はい、船の多いとこでしょ、はい、戦国船とか何千国、まあ、戦国がまあ割と大きい方ですよね。それよりも大きいのもあった言われておりますけど、もっと小さいだったら30国とか、まあ、そうですよ、もっと小さいだったら茶船とかね、川船とか言われてますが、ね、まあそうですね、まあ20年30年ぐらい乗れるやつもあったわけですよね、はいはい、そんなのおそらく何万とあったでしょう、大阪は。でそれで大阪の、まあ、安治川とか木津川はですね、そういう船の基地になってましてね、はいはいはい、ほとんどもう川の面が見えないぐらいそういう船があったんですよね。でそれでその船にですね、まあ、大阪に当時ね日本の民の富のですね7割があったと、ね、日本のお金全部合わせてですね、7割大阪にあったと言われてるんです、当時はね。でその7割のうちのまだその7割がですね、これは船の上にあったと、船の積み荷とか、はい、船の中にあってる財宝とか、はい、輸入したものとか、それなんで船の中に富は溜まっとったと言われてるんですよね。ということは日本の、はい、富の5割が大阪の船にあったわけですよね。それだと船っていうのは、まあ、あの大きな富も持ってたし、たくさんの何万艘という船があったわけですよ。でその船に、地震が起こりますとですね、大概、まあ、内陸型の地震がですね、はい、まあ、起こった場合は、うん、逃げるところというとはですね、大阪の人がね船に逃げてたんですね。というかなんでそんなことしたかというと、うん、大阪の結構道路というのはですね、はい、広い道路になりますと、はい、9メートルぐらい広さがあったんですよね。あの通りと言われてる方はね、はいはいはい、ほんで、まあ、筋の方はもうちょっと狭かったんですけども、うん、結構そんだけあったらですね、うん、そんなに、まあ、当時高層ビルもなかったから、うん、道路の真ん中にあったらですね、あの逃げたら足もしなかったやろし、火事にも逃げられたと思うですけど、実はそうじゃなくてね、ほとんどの商売人の方がですね、家の前で 2,3 メートルですね、出店を作ってたんですよね。出店を作って両方が出店を使うもんですから、8メートルぐらいあった道路もですね、実際人が通るのは 2,3 メートルやったって言われておりますね。あの商店街とかにあるやつですね、今でもね、今でもまあそういう主婦は大阪に残っております。看板が出とって、ちょっとぶつかって痛いなとかね、ちょっとほんで町内会の人が注意せんとですね、そのまましてるとかね、お前伸ばすねん。デパートなんかでもそうですわね。デパートでもやってますか。デパートの入り口のところなんかね、みんなわっと出店出すじゃないですか。まあ、商店街って言うたらいいかもわかりませんけどね。商店街ね。商店街ね。うん、まあ、そんなに出してきて、ね、はい、注意してなかったら夜も片付けないと。ね、地震は昼だけじゃないし夜もありますからね。でそういう場合ですね、はい、道路で結構たくさん死ぬんですよね。特に内陸型できつい場合はバタバタバタと家が倒れてきますからね。それから大阪の人は、船に逃げるんです。みんな船というのは、はい、今で言うたら高速道路みたいなもんで、あれ 川がね、そうそうそう、大阪は昔川だらけでしたからね。川だらけでしたからね。広域避難路というんですか、はい、要はなんか走る絵が描いてるじゃないですか。公園なんかの方向かって なんかね、あれみたいもんで、はいはい、みんなその船をですね頼りにして、うん、お金のある人は船をチャーターするんですね、地震があると。でそれで大事なもん、財産とか全部積み込んで、うんうんうん、でそれで嫁はも息子も積み込んで、自分も積み込んでですね、で地震があったら船は揺れませんもんね。チャップンチャップン言うだけですよ。内陸型の場合はですよ。でこういうこの地震、内陸型の海、内陸型、かつ、内陸型、津波のないの、あの、かつ、活断層とか、活断層、内陸型活断層です。難しいね、これはね。全然わかんないです。そうですけど、全然わからないですけど、わかるように努力せんからわからんのですよ。そんな簡単なことぐらい理解せないから、そう、もうちょっとね、これ分かりやすく、はい、そんなんでですね、はい、この場合は、はい、船へ避難して、船へ避難してということで、でこの時も船へ避難したんですよね。まあ、悲劇やったのは、はい、305年前に1回ありましたね。でこれもその直前ぐらいにですね、うん、結構その内陸型の地震があったんやと思いますよ。
あ、ね、大きいやつが、ね、大きいやつがあって、はい、で船で行って助かった、はい、船で助かった人がたくさんあるわけですよね。だから今度もそうやと思ってですね、みんなして船に乗ったんですよね。そうしたら、まあ、これものすごい津波が来てですね、もうすごかったらしいですよ。アジ側もね、もう木津側もむちゃくちゃで、そのまま船がですね、それこそ戦国船がですね、もう弾丸みたいなのしまして、ダーッともう何ちゅうんですか、アジ側を遡っていて、そのアジ側の近くとかにあるような、まあ、家とか蔵とか全部壊してぶっ潰して、でそれで皆さんが逃げてた川船とか茶船とかですね、そういうところをもうダンプカーでにそれこそ踏み縮るみたいな感じでね、もうああいう教官というんですか、もう阿鼻教官が、ね、はい、ああいう、違いましたね、ごめんなさい、阿鼻教官というんですか、そんな感じでもう行って、ついに道頓堀まで行ってね、はい、道頓堀のあたりの橋を全部壊してしまって、もう大黒橋のところでもう大きな戦国船がですね、しゃぶの上にて乗ってた話とかね、まあ、そんな、まあね、ことがいっぱいあったんですよね。でその辺の様子のこともまあ知れますよね、はい、だから瓦版とかそんなのがいっぱいあって、そこでまあ見てもらったらどんだけ浸水したかちも分かりますよね。そら本当に怖かったらしいですね。まあ、上町台地の方はまあマシやったけども、道頓堀とか長堀川がですね、はいはい、もう一番きつかったらしいですね、船場のあたりですね、今僕ら今週もボラボラしますけど、そういうことですね、あの辺りも水路が多かったですね、船場の外西側とかいうの、江戸堀とかいろいろあったでしょ。そうなんですよ、でそんなところを見て、船が全部、その日本中の富を積んだ船が行ってる富だけじゃないし、大阪市民を積んだ船、小船を大盛り住人しながらですね、家を倒し橋を倒しね、もうむちゃくちゃになったらしいですよね。でそんな様子がまあ あるわけですけども、地図もありましたね、地図もありました、どんだけ橋が壊れた、ああそうでしたんですね。でそれでまあ、次に来ましたがですね、はい、1707年の次に、1854年、はあ、これも大きな地震なんですよね。もう、もっと最近ですね、最近です、もっともっと近くなりました、ね、今から158年前です。でその先ほどの宝永はですね、これから147年前なんですよね、はい、今から言うと158年前が安政の地震です。この時は記録がものすごくたくさんあるんですよね。はあ、わかりますか、はい、いや何年前何年前出てきたんで、どっちかなと思ったんですけど、そうですか、はいはい、もう一遍整理しておきましょう。あ、もう大丈夫です、わかりました、はい、はい、これが、まあ、1854年のですね、はい、12月の23日、これがですね、はいはい、あったのが、はい、安政の、まあね、地震なんですけども、うん、安政がですね、先ほどの宝永は2回しろごったでしょ、バーンと、はあ、2回2回ね、ちょっと前に紀州と、はい、高知が、はいはい、同時に起こりましたね、はいはい、あれがね、はい、今度のですね、この安政はね、はい、1日おきに起こったんです。はい、というのは、これ遠州沖っていうのはまあね、これごめんなさい、高知の方と違いました、ちょっと東海の方でした。ほうほうほう、もうずっとつながってますね。東海の方が遠州沖が起こったのがですね、はい、これで11月の4日の朝に起こったんですよね。この時は結構、まあ、大阪も揺れたんですけども、津波とか関係なかったんですよね、はいはいはい、でこれで、まあ、揺れたということで、船に乗って、もうコロッと忘れて、先ほど言いましたように147年前のことですが、みんな忘れてるんですよね。で船に乗ってなんとかしてた、でその次また来たのがですね、同じく11月4日にあって、これはまあ無事になんとか、かなり被害があったですけど、まだマシだったんですよ。で今度来たのが、この紀伊半島沖のとこでですね、起こったやつが11月の5日に来たんですよ。ほう、4日に来て、ほんで5日に来たんですよね。ほんで今回もまあ大丈夫やろ、津波も前はなかったし大丈夫やろと思って船に逃れたんですよね。ほんで船に逃れてて、147年前のその事件が あって覚えてる人があったら、これはもうこんなことしたらいかんと、ひょっとしたら海峡型かもしれんと、まあどういう言い方したか知りませんけどね、船乗ってたらあかんでということやったんですけども、それがまあ伝わってなかったっていうんです。147年ですからね、147年前のことが人間で言うたら何代続きますか、ね、3代ぐらいですか、3代ではそう、そんなもんやですよね、まあ、50が平均寿命としたら、5、35、3代ですね、3代ぐらい前のことですね、やっぱ忘れてますね。だからね、まあ例えば鉄平がうちのおじいさんの言うてるようなことを親父の言うてるようなこと知らんのと一緒ですよね。顔も知りませんもんね、ほとんど、ね、あれおじいちゃん知らないですよ、だからそんなもんやからね、みんな忘れてるんですよね。
だからその時同じようなことを繰り返してですね、うまいことこうなんか忘れる頃にやってくるってやつですね。まあそういうことでしょうね。大きい地震は、うん、まあそうかもしれない。147年後は今から147年後って、もう想像できないですけど、そうですね。まああのさ、一番長い段階でそんなんですよね。若い時は100年です。あ、90年中もあります。90年な、これでも怪しいですね。怪しいな。まあそれでね、同じような、もうしつこい言いますが、同じようなことがいっぱいあってですね、もうむちゃくちゃな被害だったんですよね。それでその時に、はい、まあ、今回の、はい、この展覧会のメインの展示の一つがですね、はい、大阪市指定の文化財のがあるんです。お、これどんな文化財かと言いますと、大地震、まあ、大地震と呼んだ方がいいですね。大地震両川口津波、木石碑というやつです。あ、はい、それはあの大正かどっかにあるやつじゃないですか。そうです、大正大橋ですよね。大正大橋の北側です。ですね、あれ北側じゃから日が沈めちゃいましたっけ。沈めでしたか。なんか東西の橋やったような気が記憶があるんですね。大正橋って幸い町の三丁目いうとこですよね。要は橋の近く、ちょうどあの大正橋のその日のあるところから、あの道頓堀に入るんですよ。大黒橋のあたりですかね、確かに。あの大黒橋もね、いつも被害の、いつもというか、江戸時代はいつも被害。大黒橋、そういや2年ぐらい前にあの改修してましたけど、あれ終わったんですかね、新しい橋。確か今かけてるはずですけど、道頓堀の一番最初の橋だったと思いますけどね。あのね、これ、浪速区の幸い町三丁目とか言ってますね。で、これで、この地震の日がですね、これね、はい、平成18年度のですね、はい、大阪市の有形文化財に指定されたんですよね。で、この日の日のユニークなところというのは、はい、当時の民間の人がですね、はい、たくさん亡くなった人の町内会の人とか、うん、あるいはまた自分の、知り合いが亡くなった人が、うん、もうこんなことが二度と起こったらあかんでと。ね、いうことで、はい、まあ、寄付を募ってですね、うん、主に寄付募った、はい、一番元になった人というのが、はい、長堀左衛門町の森さんという人が、はい、森さんが、森田の木密の森さん、木密の森さん、この人がね、まあ、いわば一番トップのですね、中心人物やったんですよね。でそれで、はい、これ 1.8 メ191センチと書いてますから、結構高い比ですよね。そうですね、はい、でこれをまあ作って、はい、でどういうことを書いたかと言いますとですね、はい、要は簡単に言いますと、はい、被害がものすごかったと。うん、被害がもうものすごかった。みんなもうそれこそもう、燃やすと、もう本当にもう燃やせんぐらいたくさんの人が死んだと。これはいつの地震のことですかね。安政の地震の時ですかね。安政ですよ。1854年あたりのやつだったんですかね。え？いやいや、この、何でしたっけ？うん。大正大橋か。大正大橋。大正大橋の日が沈めになる。はい、安政です。安政ですか。1854年の12月の、ね、23日。そうです、そうです。これも年末やったんで。年末やった。結構12月は多いんですかね。さっきの放映のやつも12月8日やったし、まあ、偶然かな。偶然だと思いますよね。まだ忙しい時に地震って来るもんですね。まあ、クリスマスイブとクリスマス当時だったかどうか知らない。まあ、あればね、そういうことですよね。そうそう。で、そういうとこで、まあ、繁華街がいっぱい。もうそうでしょうね。言うたら黒門市場も多分人、まあ、あっこまでは来てないかもしれないです。黒門市場には来てないでしょ、多分。いや。来てますかね。来てるんじゃないですか。黒門ってあの日本橋よりもうちょっと東なんですけどね。あそこまで来たかな。はい。ああ。多分来てると思います。なるほど、ね。それのまあ。まあ、ごた返してたおせち料理とかも作らなあかんし。はい。今は考えてもだよ、わかりません。うん、地下街をこう、もうみんな、ジングルベルが鳴り響きですね。そうですね。でも、おせち料理作る人は買い物せなあかんと走り回ってる時ですよ。師走ですよね、先生走る。ほんで、その時に、もう、船で、まあ、地震がありましたからね、はい、避難はしてたわけですよね。うん、で、いっぺん地震があって、もう大丈夫やろと思ったら、次、もっぺん地震があったと、うん、これまた船に乗らなあかんといなこともあってですね、乗ってたら、今度、まあ、大きな波がですね、ドカーンと来て、うん、もう巨大な、その、それこそ岩も飲むような大きな船がですね、小さい船の上にのしかかってきて、どこに逃げたらよかったんですかね、この時は。これはもう高いところです、上町です。青山市、遠いな、ちょっと。まあ、それは遠いけど、まあ、だけど地震が起こってからね、はあ、大体大阪、今もそうですけどね、うん、1時間か2時間かかるんですよ。あ、なんかもう終わったらすぐ行かなあかんな。まあ、終わって、だから、もう、仕事みたいですね。まあ、そういうことですね。すぐ行かな、まあ、この時は結果的には。結果的に今起こったらそれができるかどうか分かんないですけど、うんうんうん、そういうことですね。結果論ですからね。結果論ですね。ほんで、まあ、道におったら、まあ、旅行も怖いし、うんうん、みんな船行くわ。特に金持ちがね、あ、チャーターして。まあ、それはお金あるから。うん、当日はもう船屋がですね、もう誰も、うん、もう船一層もないぐらい借り切ったらしいですよ。うん、そうして、まあ、
やってるうちに今も言うたように、うん、巨船がですね上のしかかるね、うん、もうそんなんでむちゃくちゃになってもうすり鉢の中に人間入れてあの恐ろしいですね、考えたら恐ろしいです、そんなことがあって、はい、でそれであまりにもひどかったんで森さんという人が、はい、自分のお周りもたくさん人が死に出しですね、はいはい、この日を作ったわけなんですよね。あ、すごい方なんですね。そうなんですよ、ね、でそういう被害のことをまあ淡々と言うてですね、はいはい、とりあえずなんとかせなあかんと、まあ、そこの 火というか、石の柱に、書いてあるんですよね、いっぱい書いてるんですよね、文字がね、これはですね、まあ、実際その大正区行ったら見られるんですけども、はい、そうです、僕も何回も見ました、はい、そうですね、ただまあ文章が古い文章でもあり、うん、読みにくいんですよね。あとあのね、墨入れしてあるんですけど、あの墨がね、抜けるんですよね。で、多分1年に1回ぐらいね、墨入れしてあると思うんですけど、そうですね、時間だったらね、墨がなくなって、なるほどなるほど、文字があの石の色と同じ色になって ね、 なるほどね、で徐々にやっぱりあの、この彫ってるところもこう削れてきて、見えなくなってくるんですよ。だから、まあ、見やすい状態の時はいいんですけど、普段はなかなか見えないですね、あれは。ね、あのまあそれがあってですね、はい、要はどういうことが書いてあるかと言いますと、うん、まあ墨入れしてくれと心ある人はね、ああ書いて、あそうそう確か書いてたな、書いてるんですよ、はいはい、うん、それもあの今度の展覧会いたらちゃんと全部出てますから、あ実物はもちろん持ってくるわけいませんのでね、うんうん、写真等で出てます、ね、見てもらったら分かりますよね、はいはい、まあその森さんが書かはった文章かなんか分かりませんけども、はいはい、心ある人は、はい、これを必ず墨を入れてですね、うん、ずっと後世に伝えたいと、はい、こういう日っていうのが、ね、ほとんどないんですよ。もういろいろな日はあってもね、はい、もうその墨入れまでしてですね、うん、ずっと行くあの津波の日っていうのは、まあ、すごい人ですよね、発見されたことない森さんっていうのは。そうですよ、堀さん、まあ初めあの今のことだけじゃなくて、100年後200年後のことを考えて、そうそうそうですよ、この日を作りはったんですよ、すごい人、すごい方ですよ、この方、まあ、これをまだ支持した人もすごいですよね、あの辺の人がまあ全体にやったと思われてますけど、まあ、その地震の津波の時に大きな被害があったんでしょうね、あのもう強烈ですよ、もともと大正大橋あたりにあったんですかね、いやその日はあのね、もともとはね渡し船があったらしいですね、大正区で橋がなかったじゃないですか、はい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 、はい、ね、それで明治の時に一つできて、いや大正にできたんか、はいはい、大正橋ですよね、でもう一回書き換えがあったんですよね、で書き換えになって今の話になったんですけど、書き換えの時になんか場所がちょっと変わったのかな、はい、そんなんでできてるんですよね、まあ、今でも大正区船渡船がいっぱいありますから、ね、大正区とか西成区はあるんですけど、そうですね、そんだけ川が多い場所です、そういうことです、そこにかかる大きな橋が大正橋、はい、で川があるということはゼロメートル地帯で神殿がたくさんあったんですけど、神殿もほとんど全部全滅ですよね、新しく土地を開墾して作った田んぼですね、今まああの大正区とか浪速区とかね、四季の辺りもね、そうですよ、ありますけどね、あの辺も一挙に全部全滅して、人はもう、もうとにかく視界類々でですね、その辺はまあその瓦版にもよう書いてますから、皆さんあのお見えになったらいいと思います、ちょっと怖い話がいっぱいありますけどね、そうですね、はい、でそんなんでその森さんはじめ立った人はですね、心ある人は、この年に1回ですね墨入れをしてほしいと、でそれだけやったら まあそれだけでもすごいですけど、もっとまあびっくりしたのはですね、この日をですね、お地蔵さんにして見立てたんですよね、で地蔵盆もするとここで、おおやってるんですか、まあ、今年も間もなくやられるでしょう、8月20何日かな、4日ぐらいかな、うん、はい、間もなくですね、そうですね、でそれをそこになると急にあの日がですね、はい、お地蔵さんに変わるんですよね、あそういう民族行事っていうんですか、はい、ああいうもんというのは一回始まるとですねやめられないもんですよね、そうね、地蔵さん動かすが大変ですよね、大変ですね、でもうあの新築の家でも自分の家に地蔵さんがあったわざわざそれ、地べたが咲いててもですね、家の中にも壁に塗り込んでも地蔵さんしておきますよ、あの旧街道沿いの家でそんなとこ西国街道のね、あの伊丹のあたりはもうそんな家だらけですからね、でしょ家の中にお地蔵さんのとこだけくり抜いて、そう言うたらあの何平米、何平方メートルか邪魔になりますからね、うんうん、そういうことです、無駄になるんですけど、そうですそうです、みんなそれやってはるんですよ、そうですね、まあそれぐらいやからこの人の知恵っていうのはすごいんで、はい、地蔵さんに指定して、あでね、地蔵さんの提灯がかかるわけです、まあ、でそれで地蔵盆と同時にですね、はい、墨を入れるように、ああということで、はいはい、140何年間こう続いたわけですよね、これもものすごい知恵やと思いますよね、この辺の知恵はすごいですよね、まあ、もうちょっとやってほしいちょっと分かりやすい文章がいいですよね、昔の文なんでちょっとね、読みません、口語体っていうかな、そうです、文語体っていうかな、そうです ね、 ね、 ちょっとまあ語字もなんかあるようやしね、そうか、そうか、だからまあ、あの今度新しいね、あの辺の人はいろいろ守ってある人で、なんかあったらいっぺん、まあ
ひらがなを打つとか、あるいはまたあのカタカナで書いてくれる、ひらがなカタカナで書いてくれるとかした方がいいですよね、この際ね。まあ、それも100年後、200年後考えてね、うん、もうそんな、そんな待ってる、まあ、ないですよ。もう間もなく来ますよ、次のやつがね。あ、そうですか。いや、あの、まあ、その何年後かも考えて作ってほしいなと。そうですね。はい。はい、まあ、そんなところで、こういう日はですね、全国的にも大変珍しいということで、大阪市の文化財になっておりますね。でこの辺は非常に面白いことです。さあ、それで、まあ、これは僕自身が思ってることであるわけですけども、まあ、この大阪にもね、いろいろと洪水碑っていうのがあるじゃないですか、いっぱい。ああ。ね。あの、あれでしょ？はい。どこやったかな、道頓堀ドームね、どっかの橋の、とこにありますし、あと大川かな。そう。大川のとこにもありますし、まあ。結構たくさんあるんですよ。ありますね。注意して見とったら、注意して植え込みにあるんですよ。そうでしょ。ただあれ、すごいね、夏なんか蚊いっぱいおってね。でも何や言うて入ったらもう蚊に噛まれまくったとか、もうちょっと目立つとこに、やってほしいですね。そうですね。忘れた頃にやってくるってやつ。そういうことですね。はい。あれ忘れた頃にやってくるっていうのは、はい、あれはね、洪水なんです。主に洪水と高潮なんですよ。うん、でね、南南台風が来て、はい、どうやったとかですね、はい、琵琶湖がまあ何だってどうだったというね、うん、あれね、僕が見た範囲では、はい、ある人もそんなこと書いてはってるんですけども、うん、津波のことは書いてあったことないんです。洪水碑っていうのは、うんうん。みんなあれね、洪水で川がどうなったとか、うん、まあ、洪水でどうなったという、これは非常に大事なことやけど、はい、それはあるんですけども、はい、大阪の一番怖い津波についてのね、日はほとんどないです、洪水日は。ということは、あれができた頃以降は津波は来てないってことですね。まあそういうことでしょうね。うん、まあそれもあるし、うん、なぜかこう川の近くにあれがあってですね、しかも、うん、ほとんど同じような日が多いでしょ、あれ。あ、そうですね。なんでか知らんけどね。に変えてるのはね、多分違うんですよ、あれ。表は一緒なんですよ。うん、まあ、まあ、いずれにしても読んでますわ。まあ、裏から見る人あんまいないと思うんですけどね。まあ、裏に書いたのひょっとしたら住所とかね。そうそう、いや、何があったか細かいことは、ね、確か書いてたんですよ。何回も僕、見たことあるんで、覚えてますけど。書いてあるの、もっぺん見てもらったら分かるようにね、うん、津波のあれがないということですよね。で、それで、うん、やっぱりするなら、この森さんやないですけども、うん、今はまあ大正区の浪速区のあの辺りの人がですね、うん、147年に建てたこの知恵っていうんですか、うん、まあ、それをやっぱり、うん、あるような格好で、まあ、地蔵さんにはするのは無理かもわからんけども、うん、なんかのこの工夫でですね、そうね、そういうような大阪で一番怖い津波のことをですね、日にしてやってもらいたいな。まあ、それこそ今ちょっと新しい市長になってるから、そういうおもろいことやってもいいかもしれないですね。うん、そうですね。市のお金でね。市費じゃなくて、そうですね、私のお金でなくて、うんうんうん、大阪市のお金でやってもええんちゃうかなと思います、ね。もうそう、ある意味で当然やるべきですよね。うんうん、で、まあ、じゃあ、あの人もね、市役所、区役所を海岸に持って行ったような人やから、うんうん、ちょっとその辺は怪しい感覚はありますよね。今やったら自分、うん、ちょっとね、僕はなんかそういう、うん、まあそういうことを考えるかもわかりませんね。あ、まあそれはまあわかりません。とにかくまあそういう日がある。これ一つのね、今度の、この展覧会の大ポイントは、この大阪の有形文化財になってる、はい、このね、大正区にありますですね。いや、大正区じゃないか、場所は何和区、何和区の幸い町の3丁目にありますですね。はいはい、これ、まあ、大阪市有形文化財の大地震両川口津波、はいはい、木石碑というね、もうこれだけでも難しい、ネーミングめちゃくちゃやな、うん、まあね、まあ、これは、まあ、この時のネーミングなんですよね。ちょっとみんなが分かりやすいネーミング、はい、まあ、なんか僕もネーミング考えられないですけどね、はい、まあ、しかしすごいことが、まあ、大阪の人としてですね、こういうことをやってくれた人があるということで、はい、これはもう本当によく覚えとかんとあきませんね。そうですね、はい、まあ、そんなことも一つの中心のネタになってきますね、はい、それからですね、もう少し今度またその津波からちょっと外れましょうかね、はい、今度あったのがですね、はい、このね、岐阜県のネオ断層っていうの。あ、今度岐阜県行きました。震源地の話ですよ。ちなみにこれですよ、大正橋は。あ、そうでしたね。で、ほら、東詰めでしょ。確かこの辺りにあったと思うんですけど、ね、幸町っていうの何ですか。幸町はありますね、3丁目。三丁目ちょっと分かんないですけど、大阪市浪速区幸町ですかね、三丁目。あ、この辺りですね。な、そこですわ。はい、ここですわ。ありがとう。ほんなやっぱ、はい、今地図で見ました、東西の橋です。大正橋は独特の大きい橋ですよね。はい、はい、はい、ということで、まあ、確認できました。はい、まあ、いっぺんまた近所の方は見に行っていただいてもいいし、ますね、大地震、大地震、大地震ですね、両川口津波期の地図にもちゃんと書いてますね。書いてますから、なかなかのもんですね、はい、それとね、もう一つ津波で面白い施設があるのは、はい、大阪府の施設なんですけども、まあ、これもろ府も市もないですからね。あ、
ああ、そうですね。あの結局あの、いろんなところでこれ両方とも宣伝してますけども、はいはい、大阪府西大阪治水事務所というものがあるんですよ。ああ、一回僕らは番組取り上げました。そうですね、前通りましたね。番組取り上げました、ね。中にも入りました。入りましたし、まあ、無料でしたし、はい、非常に面白かったですよね。あの多分僕ら非常に褒めたはずですけども、はい、ここにあります、津波高潮ステーションという面白いね、津波とこう、英語でステーションという。アルファベットで津波。あるんですよ。はい、これはまあ、もともとなんで僕らが行ったかと言いますと、はい、アコにですね、はい、あの、もともと、大阪のね、区役所、あの、庁舎が。庁舎があったね。はい、新しいですね。うん、あの、府庁があったんです。府庁ね。政府と当時言われてたね。で、当時の、はい、まあ、あの、大阪の、あの、知事の人もですね、はい、大阪はやっぱり海から発展するというようなことで、ここへ、江の子島いうところですけどね、建てたんですよね。はいはい、で、それと、橋本さんが、はい、橋本、今の市長がですね、はい、あの、府庁を、この例の高いビルにやるというようなことをかけて、はい、どこから橋本さんがああいうことを言い出したかというと、多分僕はここのところですよね。昔のこれに帰ったんちゃうかいなということで見に行ったわけですね。ほらそしたらそこに、はい、まあ、あのもちろん、府庁舎の跡は残ってましたし、残骸地がもあったんですけど、主にこの、うん、ここで今このところにあって見るべきものはこの津波高潮ステーションやったんですよね。それで見に行って中で体験させてもらったんですよね。で飯田学園さんも言うたらあれ面白い施設やからね、ぜひお見えになったらいいですよ。しかも無料やから面白かったんだ。大阪の街並みを再現してる、実物大のジオラマみたいなのがあって、あ、はいはい、でその中入って、うん、でボタンを押したらなんか地震が来て、はい、周りがどうなるかみたいな、うん、家の中がどうなるかっていうのを再現するんですよ ね、あの設備が面白かった。それと津波もね、はい、これはもう本当にかなり強烈なね、うん、今回の東北 の、まあ、あの大きな津波見ましたらですね、また、まあ、ちょっと見方も変わったと思いますけども、それを知らんでもかなり迫力のあるね、まあ、あれはちゃんと映像が残りましたから、多分世界でも稀に見る出来事やったと思う。どこでしたっけ、スマトラ島でしたっけ、あそこもあの時も結構あの映像はあったんですよね。あ、まあ、しかしあれはね、はい、まあ、言うてみたらこう素人の人が撮った映像やったけど、今回はプロの人がね、いや素人の人もいっぱい撮ってるんですよ今回、YouTube 皆さん見てください、めっちゃ出てますよ、はいはい、そっちの方がねあの臨場感ありますから、ね、プロの方が撮ったやつよりも。なるほど。僕はやっぱあのヘリコプターからね、ずーっと来る映像がすごかったですよね。まあ、あれはあくまでも遠くからなんですよね、視聴者あの一般の方が撮ってるのはもう家の中で今から流されるなる直前と直前と、まあその人流されてないから映像残ってるんですけ ど、そういう映像がいっぱいあるんですよ。なるほど。もし見てはらない方がいたら YouTube で検索したら多分出てくると思うので、なるほど、見てみてくださいですね、はい、まあそういうとこから本当に恐怖感というんですか、東北じゃないです、大阪なんです。伝わりますね。ああ、今度は大阪ですよ、お話ししてますので、はいはい、まあおそらく100年というのは、まあ、おそらく2、30年後には確実に来るでしょう。もう今はね、ひょっとしてまあ90年周期というのがありますからね、はい、その場合やったらもう明日来てもいいかもわかりませんよね。で、150年周期の後もうちょっと先になる。100年周期でもやっぱり、2040年ぐらいには必ず来るはずですよね。まあ、そやから一言やないんです、東北のことはね、はいはい、さあそんなんで、まあ、ちょっと大きい地震から外れてですね、まあ、割と世の中昭和明治になりますね、明治になって今度濃尾地震というのがですね、1927年にあります。これがまたすごい地震だったんですよね。で大阪がまたこれでとんでもない被害を受けるんですけども、はい、それのとか次のコーナーでお話したいと思います。特別企画、大阪を襲った地震と津波ボラボラ、大阪歴史博物館2の後半です。はい、参りましょう。さあ、全般、まあ、大体地震というか、特に津波の怖さですよね。はい。まあ、大阪は何ちゅうてもやっぱり津波ですね。今来たらどうするんですかね。もう、これはもう、ほんとひどいことになりますよね。大阪だけじゃないと思いますけど。もちろん、もちろん、もう大阪だけじゃないですけど、大阪は特にもう、それはもう、どえらいことになりますね。確実来ますからね。あと、やっぱり、なんぼ待ってくれても、30年ぐらいちゃいますか。近かったら明日ですよ、これ、ね、考えただけで恐ろしいなってきました。恐ろしいというても、どうしようもないところ、これまた無力感に打ちひしがれるんですけどね。ですよね。あの、ただこの前僕らボラボラした大和川の、一番大阪湾のとこあったやんか、あそこに出口のとこですか、はい、物資を集める場所あったり、堺市の方に、あれは役に立つんですかね。あれ自身が流されるんちゃいますか。そうやな、あんなとこやから、場所が場所だけにね。そうですね。ただまあね、ただ唯一の救いはね、はい、まあ海峡型地震ですよね、津波言うたらかなり残るのはね、
まあこれ先ほども言いましたように太平洋側に、はい、大陸、まあ日本も大陸の一部やとすれば、はい、大陸の下に潜ってる大きな地盤があって、うん、それが太平洋側にずっとあるわけですよね、うん、でまあ名古屋の沖っていうか静岡の沖ぐらいから、はい、和歌山の沖からですね高知の沖あたりにずっとあって、うん、でそれでまあ東海地震が起こるのがまあ名古屋の沖あたりと、うん、でまあ大阪が一番怖いのは和歌山のあたりのですね南海地震ですよね、はい、で高知とかが一番怖いのは東南海地震言われておりますね、うん、この3つは一本のあれ線なんですよね、うん、それが一気に3つ起こるか、うん、1つ1つ起こるか、うん、2つ一気に来るかとかいうようなことで、まあ、大きさも違うんですけども大体まあ、短い場合は90年長い場合は150年その間に必ず来るんですよね、これは。いや、それをどう逃げたらいいんですか、だからそれは分かりましたから。だからこの場合は、やっぱり唯一の救いは、はい、まあ今、江戸時代と違うところはですね、はい、地震の種類がいっぺんに分かるわけですよね。うん、海峡型地震なのか、はい、あるいは内陸型地震なのかっていうのは、これ瞬時に判断できるシステムがあるわけですよね。で、その場合、海峡型地震の場合は、地震から約1時間から2時間ぐらいの間に来るという。うん、こんだけの時間がありますからですね、うんうん、これがもう唯一の救いですよね、まあ、ただこんだけ何百万都市ですよ大阪なんて、うん、まあ、どう逃げれるかどうかですね、まあ、できたら高いとこ、まあ、大阪市内やったら上町でしょう。上町がもう人だらけになりますよね、うん、もう大阪城のあたりからあのあたりもう人で渦まってそうです、ね、もう人間ソーセージみたいな状態になると思いますよ ね。でまあ、我々は今本局があるのはですね、はい、大阪城と大体同じぐらいの高さですからね、あ、まあ、ここまで来ることは、まあ、よほどそれこそ想定外でない限りまずないでしょう、うん、そうですね、ただまあ豊中といえども0メートルに近いところもありますし、うん、そうそうそう、まだまだいろんなことがありますからね、はい、安心はできないんですけども、はい、ただその1時間から1時間半の間が距離がもしも短くなれば大変なことですけど、それはまずないと思いますよね、うん、だからその間にもう海峡型地震で強いなということが判断起こればもう何はとにかくさておいてですね、うん、もう高いところへ逃げることですよね、まあ、その時に例えば足で逃げるとか自転車に逃げるとか、はたまた車で逃げる、うん、地下鉄で逃げる、まあ、何がいいかよう分かりませんが、まあ普通の場合やったらまあ近く来てた場合は地下鉄やめた方がいいでしょうねでしょうね、うん、あこももう必ずねどこ何歩塞いでもねどっかから入ってきますよね、うんうん、だからその場合はもう本当に水漬けになってしまいますからね、うん、出るに出られず進むに進めるということになりますよ ね。はい、まあそんな怖い、そういうことの提案はありますかね、今回の展覧会では。展覧会はね、まあ、見たら分かるようになってますけども、うん、その逃げるとこまでのですね、あ、提案は、なるほど、まあ、まあ、いわば博物館ですから、うん、逃げるとなるとまたちょっと違う分野になりますもんね。さっき紹介したこの津波高潮ステーションとか、もしかしたらこういうとこに書いてるかもしれないですね、うん、まあ、こういうこの紹介があったというのも、それで紹介があったのかも分かりませんね、はいはいはい、まあ、我々は、まあ、博物館を、まあ、取材しながら、はい、自分たちの意見も言うておりますし、実際、まあ、逃げるときどうしたらいいんかいな思ったりもしてるから、かなり、まあ、強調して言うてますのでね、その辺のところは、まあ、博物館見に行かれてこのままの展示であるわけではないんですから、そうですね、気をつけてほしいと思いますね、はい、さあそんなところで、まあ、海峡型地震の恐ろしさ、江戸時代にものすごいことがあったということですよね、はい、でしかもそれが間もなく襲ってくることはもう確実やというところがまずありました。うん、それで今度はですねもう少し最近の地震になりまして明治ぐらいの地震になるんですよね、はい、で明治もまあ今度はこれは活断層型の地震でね、はい、明治24年といいますか1891年の10月の28日ですよね、うん、これに起こったんですけども、はい、濃尾地震というのがあったんですよ。あ、まあ、聞くからにあっちの岐阜県の方ですよね。そうですね岐阜県なんですよね、はい、でこの地震がね海峡型ではないのに、うん、マグニチュード8やったんです。あ、これも極めて稀のことなんですよ、日本の地震の歴史を見てみても。おそらく内陸型ではこの濃尾地震より強い地震は今まで日本人は体験したことない言われてますね、うん、ただ大阪は比較的ですね、はい、離れてましたもんですからね、はい、まあ被害はそんなになかったんですよね、はい、でね、ただ死んだ人も結構そんなになかったんですけども、はい、24名亡くなったんですよね、うん、でこの今回の展
覧会の、この展覧会、まあ、大阪を襲った地震と津波、はい、特別企画展ですけど、面白いところはですね、その地震プラス、はい、その地震の時大阪はどんな状況であったとかね、大阪の社会情勢みたいなものも、重ねてやってるんですよね。そこらがまあ非常におもろい展示ですよね。でこれによりますと、この24名の死亡のうちですね、はい、これ22名の方は、はい、電報というところあるでしょ、今尼崎の近くにね、電報というところにあったですね、なにわ紡績というね、はい、紡績会社の社員の人やったんですよね。でなにわ紡績が、まあ、あって、これ、まあ、当時この明治の何年頃というのは大阪東洋のマンチェスターということで、はい、紡績でもうものすごい世界的な経済が、まあ、経済中が大阪は燃えた時代やったんですよね。綿系ですかね、紡績、紡績いわゆる、そうですね、糸編ですよね。はい、まあ、糸編ね、専門の方がよう糸編言ってますけど、ここは糸編やとかね、繊維関係の会社とか、そういうことですね、関係者、本町は糸編やとかね、僕らはまあ先場ちょっと歩くようになってから、そういう言葉が最初ね、何や糸編と、この前もね、バッと、ね、そんな言葉が、ね、はい、そうなんですよ、うん、そういう言い方するんですよね、糸編っていう、まあ、この紡績っていうのはガチャマンとか糸編とか言い方があるんですけど、繊維関係の、まあ、いわば大阪を作った、はい、近代的な大きな力やったんですよね、はい、これは五代友厚という人が、まあまあ、次の時に出てくるかも分かりませんけど、大阪の近代経済を近代化したということで、大阪のまあ経済人は忘れたり感じたりということですよね、はい、大阪商法会議所っていうのを作られたんですよね、今の商工会議所ですけども、それの初代会頭になられた方で、はい、これ九州の出身の人やったんですけど、まあ、この人のおかげで大阪の経済は、はい、明治維新の時にかなり沈み込みでですね、うん、もうほんま潰れるかもしれんとこまで行ったのが、この五代友厚さんのおかげで、まあ、はい、なんそれが何ていうか、まあ、救われたという、この五代さんも、はい、まあ、英国へ留学してはりましてね、英国のその墨跡景気っていうんですか、糸編景気を見てきはって、はいはいはい、大阪これやということでですね、でこの墨跡会社を、まあ、主に一つ大きな柱として据えてきはった人ですよね、はい、まあ、そういうことがあって、この当時は、はい、いろんなところに何は墨跡やとか何とか墨跡やとか、まあ、集客されてきて、まあ、東洋墨跡という大きな会社になるんですけどね、その何は墨跡というのは電報っていうのがあったわけですよね、はい、そこのところで、はい、社員の方が22名死んだんですよね、はい、うん、その22名のうちの20名はですね、女子工員さんなんですよね、はい、というのは、まあ、九州から、多分大阪九州でしょうね、集団就職のような形でですね、うん、まあ、小学校卒業してすぐに、まあ、こう大阪へ来て、はい、そこで24時間体制なんですよね、うん、24時間体制の工場でしたから、はい、12時間で交代です。12時間ずっと働きづくめなんですよね、女工愛しとかいうような言葉がありますよね。で大阪でなんでこんな結核が多いんかと、大阪で結核ではすごい、うん、まあ、ありがたくない濃厚な感染地域なんですよね。それは昔は、いや今も、あ、今も、今も引き続いてるんですよね。でなんでこんなことになったかというと、その女工さんあたりの、はい、いわゆる墨跡会社というのはね、はい、工場の中に糸くずがいっぱいまぐんですよね。でそれを吸い込んで肺に吸い込むということからですね、女工さんのエリアでかなり結核が流行って、それが未だにずっと引っ張ってきてるんですよね。まあ、それもそういうところを見ますと大阪の歴史がわかるわけですけども、まあ、その女工さんのやってるところで、この辺になりますとですね、墨跡会社も伝統がつくようになったんですよね、うん、ランプ営業はなしに、うん、で連邦つくようになって、うん、英国の紡績会社は3階建てでですね、うん、まあ、営業してた、営業中が創業してたわけですよね、はい、それをそのまま日本に持ってきて、はい、耐震規格も何もない3階建てでですね、はい、で電気をつけてで12時間営業、12時間交代になったんです。なるほどなるほど。でこの地震がちょうどその交代の時期にですね、うん、まあ、昼班と夜班がちょうど交代の時期にですね、その3階建ての浪速紡績のところに入った時に起こったんですよね、はい、でそれで上から3階がガーッと崩壊してきましてね、うん、まあ、2階とか1階に出た人も3階からの人も倒れてですね、うん、はい、大量に、まあ、このうち2名は男性の指導員やったらしいですけども、20名の若い命がまあ、ダメになったと言われておりますね。当時はレンガやったんですね。レンガ建てです。イギリスですから。ちょっとネパールみたいですね。ネパールのカトマンズを思い出しました。そう、ちょっとあそこも耐震規格は多分ないと思うんですけど、うん、そうですね、3階建て
階、4階建てぐらいもありますけどね。ええー。あそこも地震来たらえらいことになりますね。でしょうね。あこは大いに地震が来るところですよ。ね、ヒマラヤですから。そうでしょ。潜り込んでるんで。世界の屋根があるじゃないですか。うん、それはあのインド大陸、亜大陸がですね、ユーラシアにぶつかってね。はいはいはい、南からずっと。ぐわーっと押してるから、あの押しであの山ができた、ヒマラヤができた。ヒマラヤ火山ちゃいますからね。あで、上地層がこんな斜めになったりした地層が見えるでしょう。山の肌にね。うまあ、そういうところとか地震王国ですよね。じゃあもうネパールもカトマンズもちょっと危ないですね。まあそういうことですね。他のも含めてですけど。まあもう危ないところだらけですよね。はい、で、そんなところで、まあ、これがあったことでですね、うん、地震耐震がなかったから、はい、まあ、救われたのは、3階建てやめようと、うん、2階建てにしようということになって、うんうんうん、しかも、まあ、できるだけ針とかあんなを入れてですね、うん、耐震をしようということになって、うんうん、それ以来、まあ、こういう大量支柱がなくなったと言われておりますね、うんうん、まあ、これは、まあ、亡くなった人の大変気の毒なことですけども、まあ、はい、ちょっと、まあ、いわばその結果としては、うん、多少社会全体のマシになった事件なんですよね、うんうん、そんなことが、まあ、いわゆるあったと言われておりますね。その他、まあ、この時 の、 あの、はい、面白いのは居留地軸があったんですけど、はい、西区の江の小島のあたりから、あの辺の距離ですね、はいはいはい、あの辺り昔もあのソ連軍の捕虜とかね、ドイツ軍の捕虜とかありました。捕虜収容所ですか、うん、あの港のあるところっていうのはやっぱりそういうのになりますもん、はい、どうしても、ね、教会もあったしね、教会今でも川口教会もありますけど、そうですね、ちょっと外国の文化がこう入ってきやすい場所ですね。そういうことですよね。あのバイカ女学校の元があったとかですね、いろいろそういうことが出てきましたね、そんなところで、まあ開港地であっただけにですね、そこにあの住んではった、まあ、教会 の、はい、あの牧師さんでですね、いてはったんですけど、その人、我に宣教師という宣教師の人が、はい、この今の言うワレンさん何人やろ、何人でしょうね、ちょっと何人とかじゃ書いてなかったんですけどね、はい、あの先ほど言った濃尾地震の時に自分の住んでいた教会がどんな被害になったかということをね、はい、写真撮ってはるんですよね。これも本邦初公開の写真が何枚かありましたね、はいはい、もうそんなわーっというような写真じゃないですけども、割と、まあ、あの宣教さんにしては日本風の家に住んではったやなと、ちょっと洋風に改造してましたけど、ね、そうかそうか、もう教会に住み込みで働いてはったんですね、うん、そういうこと働いてはったら布教したかった、働くというか布教した、まあ、そう働くんですよ ね、 活動ですよね、うん、天井が崩れたり、家具が垂れたり、壁が崩れたりですね、はい、煙突が崩壊している人、煙突ね、はい、あ、そうか、そうか、まあ、それをの崩壊したのをですね、はい、それを建てた人かもわかりませんね、日本人の大工が呆然と眺めてる写真とかね、あ、そんなのがありました。これも、まあ、地震に興味持ってる人は、本邦初公開いうことやから、お見えになってもいいと思います。普通の人は見ても、まあ、単純に地震写真やなというような感じですよ ね、 そうね。それからまた次に、今度は、はい、あの、なりますが、関東大震災なんですよね。これはまた時代が結構最近の、昭和に入ってからの話です。あ、大正でしたっけ、大正11年か。そうです、そうです。1923年のですね、はい、9月の1日の、はい、11時58分、昼飯直前ですね。これ10万人が死んだ言われてますけどね。これも、ほとんどの人が足というよりも火事で亡くなっていると言われてますね。ちょっと阪神大震災もそんなとこあるんですね。うん、阪神も、そうですね。あ、まあまあ、あれも東海亡くなられた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど。うん、うん、うん、足も痛くなりました。若い人があれ亡くなったのが特徴でしたね。阪神淡路は。なんで若い人が亡くなったかというと、お金のない人が、古いその形のアパートにね、はいはいはい、特に神戸大学をはじめる学生さんがたくさんいて、ね、そこを襲ったもんですから、耐震性のないアパートが買われて、あれ、あれ以来、まあ、家をさえしっかりしておけばね、うん、一応、まあ、地震には免れるということで、うん、木造が別に悪いことないんで、木造はいいんですけど、うん、木造で古い木造何も手当てしておらなかったら悪かったんですよ、ね、うん、一挙に神戸の町が木造がなくなってね、プレハブになってしまいましたね。東灘区のあたりも新しい家だらけでしたね、僕西国街道ブラブラしてたので、なんでこんな新しい家が多いんかなと思って、あれ全部地震で倒壊したんですよ、ね、そうですよ、びっくりしました、地元の方の話聞いて、はい、もうまるっきり、まあ、僕はあの辺の映像たくさん持ってますけどね、はいはいはい、歩いてました時に、まあ、ビデオ回しながら歩いておったんですけど、空も今から比べたら全然違います、ね、神社もね、すごい新しいなってるんですよ、そうです、神社は一面壊れるんですよ、鳥居が、それと墓石壊れるの、はいはい、墓石 ね、 ね、まあ、あれ倒れやすいですからね、あたりでも倒れてましたもんね。まあ、そんなところで、はい、まあ、関東大震災なんですけど、この関東大震災がですね、はい、大阪市が非常に復旧復興に大きな役割を果たしてるんですよね。当時主に中心人物は関はじめさんというですね、はい、関市長が条約時代やったんですよね。その同じ条約で有田国幸さんという人がいてはったんですけども、はいはい、この二人の方が非常に、まあ、大きな動きをしはってですね。有田さんですか、ね、有田さんという条約さんと関さんという条約さん。僕らの知り合いにも有田さんいてますけどね。有田さん、あの人はプロレスのね、女子プロレスの写真のプロの方ですよね。この前もちょっと挨拶しに行ったら、よかったですね。八乙女写真記念に働いておりました。あの人はすごい男前でね。そうなんですよ。もう、まあ、話が急に、とんでもないところ、まあ、有田
つながり、有田つながりですね。有田邦之さんという方、はい、この方はね、まあ、もちろん今もう亡くなっておりますけど、大阪の市長の方でですね、この人の、ね、日記が公開されてますね。関東大震災の時にどんな、まあ、動きをみんながしたかということね。で本人はもうね、もう直後にね、船で行ってるんですよ、はい、東京まで交通ができないもんですから、大阪湾から、なんかね、大阪商船かなんかの船でね、バーンと向こう行って、太平洋側からずっと、そうなんでしょうね、行って、ほんでそこで、いろいろ、まあ、どんなぐらいに被害があったとか、どんな噂がなったとか、まあ、朝鮮人の虐殺問題とかね、そんなことも含めて、いろんなことを、まあ、書いてある日記がね、貴重品として公開されてましたね。横浜市の職員がどんな活動してたかって、関東大震災言うと、皆さん、東京ばっかり思いますけども、はい、まあ、東京は確かに人口過密地帯でしたから、たくさん人は死んでますけども、はいはい、被害地震というか、震度がきつかったのは、むしろ横浜とかですね、どっちか言ったら、まあ、神奈川県とか、ね、静岡県の方がきついんですよね。なるほど。まあ、要は阪神・淡路大震災の時に、まあ、豊中とかで宝塚が忘れられたみたいなエリアがあったわけですよ、ね。まあ、関東言うたら東京、じゃないんです、ないんですよ、この関東大震災の場合はね。はい、まあ、そんなところで、はい、そして有田さん自身はそこらを、はい、まあ、そこらというか視察をしながら自分で地図を作られましたね、どこがどうなってるかというのをかなり正確に言ってありましたね。学園の方はようこんだけ正確な地図をあんな短い時間に書いたかっていうね、どのエリアが被害がどれだけだとか、色付きとか、ね、色鉛筆なんか使ってやったら、その地図もまあご覧になったらね、優秀な人がいてはったやなというようなことがありますよね。なるほど。でそれで関さんの方はどういう役割をしてはったかと言いますと、はい、関さんの日記もあるんです。お、関さんの日記を見て僕安心しましたね。僕の字も読みやすいなと思いました。そんな、はい、いやいやいや、そんな安心の仕方ありますか。まあまあ、関さんは、ね、あまり綺麗ではなかったか。綺麗というのが、まあ、日記とか、まあ、メモは自分が読めたらいいんですからね。まあまあ、それはそうですよ、そういう意味では、まあ、非常に個性的な字ですよね。僕も世間では個性的な字は言われてるんですけども、何式、早稲田式、そうですね、何式、文雄式とか、バンバ式ですよね。参りましたね。地下鉄の中で僕メモ用紙を、はい、この時まだ MBS さんの番組担当してた時ですけど、はいはいはい、見てましたらね、はい、横でおばあちゃんがいてはりまして、はい、その速記は早稲田式ですか言わはってね、わしのノートを見てね、 あの時はもう愕然としましたけども、関さんは慶応式かも分かりません。あの人はそうか、一橋式ですよ、一橋大学ですから出身が、ね、読めたんですか結局関さんは。僕はもう一つよく読めなかったけども、ちゃんと書いてますとか、ね、書いてました。じゃあ、興味ある方は単眼鏡を持っていてください。まあそうですね、まあとにかくすごい活躍してありますね。で大阪府の方も頑張ってますけど、はい、頑張ってますね。関条約はですね、はい、救護部の部長とやってはりましてね。なるほど、助ける方ですね、はい、そうですね、はい、でどん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 とね、助けを求めてくるわけですよ、で有田さんは乗っていた船にね、はい、もう船がガラス口で、ガラス口はまあ大きな船持ってきましたからね、それに向こうからね、はい、大阪へ逃れた石をいっぱい積み込んでね、大阪まで運んでくるんですよね。で関さんの方もまあそんな役割してはりました、はい、で列車で来る人は大阪府の方が、はい、今度は大阪駅にですね、救護本部を作ってね、どん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 やるとかね、はい、まあ、それで、まあ、町内会長の人に、まあ、町内会を作ってやっていくとか、民生委員をこの頃ね、大阪府の方が作り出してたんですけど、なるほど、その民生委員の方のですね、はい、田中半次郎さんという人があるんですけど、はい、これ大阪府の方面委員と言ったらして、当時は何方面の方面っていうのがありますね、はいはい、そういうのが、まあ、これ、まあ、ボランティアで民生委員のもともとになるんですけども、毛布や被災地を送る話とかね、でそのこの手帳1冊しかないって貴重品が言ってありましたけども、その手帳には従来のところは割と絵格好して万年筆で書いてあるんですよ、ずっとね。絵格好ってどうかですけど、そんなには急ぎはなかったんですよね。とこもこの、関東大震災のところになりますと急に鉛筆に変わってね、もう本当に緊張して書いてある様子とかね、そんなところまで、持っていかんかったんかな、ね、万年筆を。万年筆ってインクもいりますし、ね、まあそう、鉛筆ですよね。鉛筆だったら買ったそれ、そうですよね、ったら買ってますから、まあ、シベリア行った時にね、結局頼りになる鉛筆でしたね。そうですよ、インク固まりますからね、もうボールペンなんか全然使い物にならないですよ、そう、インクは凍りますしね。そうそうそう、まあまあそういうことでありましたね、鉛筆って偉大ですよね。はい、そんなことを感じました。これも田中さんも表張ったでしょうね、避難者の調査が全国的に11月の15日に行われたと、この調査とか、そしてまたこれね、大阪市民の方もね、まあお金持ちはお金持ちで、例えば、あれですよね、土生町なんかのね、薬屋さんがどんどん、まあ、お金寄付しはったりね、庶民は庶民でね、下駄からもいろんなも寄付してるんですよね。それがもう細かいリストがあって、誰がどれをどんだけ寄付したっていうのをね、ビチッと書いても、あれはもう僕嫁とは言いませんけど、まあこんなぐらい几帳面にやっぱやったんやなっていうことを、見上げてほしい。記録することの大切さ、ね、そうですね、ってやつですね。まあそんなんで、この時代から
はい、まあ、あの関東大震災でですね、うん、たくさんの人が大阪へ来たということもあり、あるいはまたいろんな産業が盛んになったということで、はい、大大阪という時代が始まるんですよ ね、 なるほどね。で関さんは今度は、まあ、市長にもなるということなんですよね。そういうような大阪 の、 あのドキドキした時代みたいなものがですね、うん、関東大震災の、うん、いろいろそういうのところにあるですねものを通じて見てほしいと思いますね、うん。まあ、この後に御堂筋線もできましたし ね、 ううね、もしかしたら関東大震災が契機になってたんかなと思いますよ。それから関さんもあんな広いね、うん、避難地も含んでるような飛行場のあのものをですね、うん、お作りになる気持ち、うん、現場に行ってますんで彼もね。そうですね、最初関東の大阪市役所でね話をしてたんです、はい、関さんが。ほら、そしたらガラッと揺れが来た言うてね、結構やっぱり関東大震災大きかったんですね。大阪の方にも市役所で、東京の島の市役所やと思いますけど、はいはい、影響あった話も書いておりますね。で、まあ、この関さんが一番心配してあったのは、ね、日記なんかを、まあ、読んでますとっていうか、はい、読んだ話を聞いたんですけども、うん、それによりますとお友達がね、この関さんじゃ一橋大学というね、はい、当時は 東京なんとか高等なんとか言ったらしいんですけども、そこの大学の出身で、その人の、まあ、友達は福田徳三さんというね、はい、経済学者がいてはったんですよね。ほうほうほう。でこの福田徳三さんがですね行方不明になるんですよ、はい、ほう、関東大震災 で、 で、はい、これはまあ彼もまあ親友というか友達というかね、先輩というかちょっと心配になってきましてね、うん、そのこともまあ心配してあるらしいですけども、はい、どうしてはったかというとね、箱根のホテルでね、はい、旅館に泊まって原稿を書いて働いてるんですね、うん、でそしてもうあの大震災が起こってですね、東京のことは心配になって、うん、いても立ってもいられん、もう交通機関全部ダメ、うん、箱根から歩いて東京まで帰らはったらしいですすごい人がいた、またこれ、いやいや、これ片重さんやないですか、困難者の問題ですよああ、ね、やっぱり当時そういうことがあったんです。箱根から東京まで行ったんですか、歩いてから、その間行方不明にならはってね、うん、やっとまあ東京へ帰ってね、うん、まあ、関さんの方にも、かかね、うん、関さんの方にも連絡があって、はい、関さん安心しちゃうということで、うん、でその人が関わった本がですね、あるんですけどね、はいはい、この本が、うん、まあ、あの当時関東大震災をどう復興したか、うん、どうしたらいいかということを経済学者として関わった本があってね、うん、これがまた最近復興されましてね、うん、名著やということで、やっぱり人を中心の復興せなあかんということで、まあ、東北の今度の震災なんかのね、はい、参考にされてるっていうことも面白いですね、うん、当時の藩はもう復刻されたっていうのもね、まあ、そんな隠れたなんかエピソードというか、関東大震災と、まあ、大阪市とか大阪市民の、あるいは大阪府民ということがあるわけなんですよね。それと、まあ、他にもいろいろあったんですけど、はい、印象に残りましたのですね、はい、まあ、あの特にこれは阪神淡路大震災、あるいは東北の大震災の時にですね、はい、大阪の博物館とかね、そういうところが、まあ、いわば文化財を守るためにですね、非常に大きな役割をしたということですよね、そんなところもぜひ見てもらいたいと思います。それと大阪市民の方、あるいは神戸の方でですね、はい、非常に地図作りとかですね、市の調査で民間人がね、ごっつ大きな働きをしているってことも、自転車でずっと回ってはった方もいますね。そうなんだ、86歳の人で自転車で回ったとかねすごい方です、ね、自分でも地図を作った方とかね、はい、いろいろあったんですよね、はい、その辺のところ、まあ、人の関係もいっぱいありますので、はい、ぜひとも見られましてね、地震と人間、はい、特に、まあ、この津波の問題どうするかということをね、はいはい、皆さんに一つ解決の、まあ、糸口をつかんでもらいたいなと思っております、はい、面白い展覧会です。大阪歴史博物館特別企画展、はい、大阪を襲った地震と津波ボラボラでした、はい、いつまででしたっけ。これがですね、2012年の8月の26日の日曜日なんでございます。もうすぐ終わってまいるんで、早い行ってください。皆さんぜひ行ってください。はい、推奨です。